上田を周知院学園のお昼休み、それは秀才たちが束の間の息抜きを楽しむ憩いのひととき。いやー、今日もアイメロは安定のうまさですね。ああ、満足感がすごいな。藤原先輩とアイミドウなんて最高です。お疲れ様です、かぐやさん。何かしら、この香ばしい香りは。そうか、篠宮の家はシェフがいるからアイミドウを食べたことがないのか。不幸だ。かわいそう。こんなクオリティの高いカップ麺を食べたことがないなんて。かぐやさんも満足せずにはいられないと思いますよ。そうかしら。私を満足させるものなんてこの世に会長ぐらいしかないはずだけど。まずはこの内蓋、フォークを粉から守ってくれるから手を汚さずにクリーンに食べることができるんですよ。そう、なかなか頑張っているわね。さあ、お湯を入れるぞ。さっきから何やってるんです？病みつきになる海鮮スープにイカ、カニなどたっぷりの具材、しかも麺は日本基準の高品質な小麦粉を使っているんだ。え？日本基準？かぐやさん、カップ持ってみてください。あ、熱くない。それだけですか？気持ちいい。触り心地にまでこだわったふかふかした発泡紙を使ってるんですよ。一言で言えば俺と同じ天才級だな。天才級。さあ、できた。会長、かぐやさんは猫舌だからフーフーして差し上げてください。フーフー、それは自分の吐息を異性の面に吹きかけて冷ましてあげる青春真っ只中のティーンエイジャーが最も憧れる行為の一つ。しょうがない、アイミドウの名誉のためだ。フーフーしてやろう。本日の勝敗、かぐやの一人負け。満足感のレベルが違う天才級クオリティ、アイミドウ。大好きって言いましたよね。